あれもあるんですけど、主にはマスキングテープですね、鴨居加工紙の、あそこにちょっと窓にちょろっとマスキングテープの箱が見えてますけど、そこの向こうにですね、1300種類ぐらいの、マスキングテープがいっぱいあって、そこからピッキングして出荷をしてます。それから今サウナ入ったところの向こう側の柿の木があって、蔵がありますけど、あそこにですね、たくさんマスキングテープの在庫が あります。はい、リユースマンと同じぐらいあるかもしれません。それから言うとかんできるのが、マスキングテープ、今マスキングテープが商用というか、個人で使うようになりましたよね。それ商用の初めが、水産とか。一番最初に、ね、商店で販売したのが最初。そうですね、一番最初に鴨居加工紙がするタイミングで一緒にちょっとね、そのタイミングだったんで、うちからもいろんなところへね、今もおろさせてもらったりとか、いうことが仕事として続いています。今マスキングテープの市場が何分なんですか、あれ。ゼロだった市場が、今市場で言ったら、50億とか。50億。うん、100もな、100、うん、もしかしたら100ぐらいあるから、いろんな会社のあれでしたらね。でもそれぐらいの市場ができてるんです、マスキングテープ、ね、で、ね。それの一番最初が、三宅商店で販売ね。そう、一番いいところに乗っかっただけだ。そうです、乗っかった一番は、まあ、はい。では、で、ここで整った後は、さっきのオープンキッチンのところでクラフトビールを用意したいとかいうことで、はい、楽しめます。それからあと、はい、あちらですね、あちらで前も皆さん食べていただいたやつ、すき焼きとかですね、予約していただいてこっちでも食べたりとかいうことができます。こっちもできるんですか、すき焼き。はい、そういうのがね、はい、じゃあこっちで、はい、大体うち毎年忘年会で宮城商店のやつじゃないですか。ここでできる話ですよね。またこれも考えましょう。どうぞ。これがなるんですかね。これが脱衣所なんですから。ですよね。おお、そうか。ここトイレだし。で、本当にこのアングルが、このアングルがね、ものすごく気持ちいい時あるんだよ。今これ煙がバーって出とったら、このアングルがほんまいいよ。巻きそうだな。うん。まあ座ってください。だってよ。お手洗いね、1個しかないんで順番に行ってください。今行かれたんで、はい、じゃあ椅子どこでもいいんで座ってください。ちょっと10分ぐらいだけ。